梅原アジオ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 お待たせしました梅原アジオでございますどうもよろしくお願いしますよろしくお願いしますいやなんかあれですね、はいうん、ギリギリ度が高まってきたなと思ったら、うん、とうとう これはモチベーションの低下がいや違いますシンプルにぎりぎりまでいっちゃってそれ対戦対戦モチベーションがあるんだとそうですねそれを言われるとねいつもなんかそうです、ね、しょうがない気持ちを <laughs> <laughs> させられる <laughs>、まあ、最後のラストの流星との三先やらなければ全然よかったんですけど 頼まれちゃって。いや、自分から言いましたね。あ、そうですなんな。はい。で、それで間に合わなくなっちゃいました。まあ、でも、いいですね。モチベーションが本当に。あるということ。はい。はい、うん、ということで、今週なんですが、まあ、特に。本当に、特に何もないかなっていう雰囲気。そうですね,ね。事件もね。うん、まあ、世間が。えー。 やっぱオリンピックが延期になったっていう、ねまあ、暗いニュースが結構多いですよね、そうですね割とうん、まあ、もしかしたらこの前言ったら自宅謹慎というかね外出禁止令とか他の国とか出てますから、うん、いや、それきついなうん、まあ、まあいいですよ、そんな話は <laughs> 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 俺らがど行こうできないし確かにね、うん、まあでも相性はいいですよね。 まあ格闘ゲームとかね、ネットゲームなんで、そうですね。アップデートあれ明日かな？明日ですよね。ネット周りが劇的にね変わる。まあ分かんないですけど、まあいいなって感じですよね。なんでまあ割とそこでまあ合わなくても充実できるかなとか、はいはい、そんな感じですかね。特にないですかニュースは？ニュースないね。 珍しくねまあそうかイベントがなくなっちゃったんですよねそうですねだからな,なんもないですね分かります何もないでまあ一応来週はでしょおしの来るんでしょそうですねゲストまあそんぐらいかなまじゃあ平和にいきますか、うん、今日は今週はマジんもないね事件らしい事件ねなんでもないだはがきが弱かったらもう終わりですねこのこの今週ははがき職人にかかってるただね、うん、ちょっととにかく大量に溜まってるんですごくないその数これしかも絞ってこれですね ちょっとあのバレンタインデーとかまだ残ってたりしたんでさすがにと思って外してすごい数え何枚あるんだろうそれすごいなとかうんすごい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 それですごいなこれガンガンいきましょうかちょっとなんか100の質問じゃないですけどじゃあおはがき読みます埼玉県貧乏だるま好きな絵柄うん お二人は漫画ゲームアニメなどで絵柄が好きな作品は何かありますかちなみに私は鳥山明のさんの「猫魔人のコミック真ん中から最後にかけての絵柄がとても好きです」ちょっと、ま、細かすぎるんで <laughs> でも分かる気もしますね猫魔人は本当にいいですねえっと絵柄っつーかうかうん絵柄ね絵柄で読むってなかなかねいや で見や,やすいなっていう絵ってありますよねうんなんだろうな「まあ、ドラゴンボール」はね、まあ、言うまでもないですけど「ドラゴンボール」の「ドラゴンボール」というかその鳥山明は言うまでもないとしてもですよあれは本当にすごいですねうん絵柄絵柄うん,なんうん難しいななんか パッと出てこないですね絵柄って <laughs> 力ありますかねそのやっぱり、まあ、あるとは思うんですけど例えば影響がある<う>あでもね例えばほらえーとはい、っと海二っつうかその福本信之って、うん、なんか見やすくないですかあの絵、まあ、俺あの絵柄好きなんですようんうん、ま上手いかどうかって言われたらうまいかどうかって言われたらまあそれはあれなんですけど俺あの絵柄はなんかいいなって見やすいなと思うんですよ 見やすいって結構大事だなと思いますけどね漫画はね、はい、やったら線多いなっていう絵は漫画は俺読まないですね基本的によっぽど内容がよくない限り見づらいやなこれ今何起きてんのっていう漫画は読まないうん、うん、読んでてもなんか面白くない、まあ、漫画力が高いっていうのにそういうのが入りそうですよねまあそうなんですよねすっきりして,てまあそうなんですよ、ねうん、ただなんか面白いやつって絵がチープでも結構面白かった、ね、関係ないですもんね ワンパンマンって原作の見たことあり人すごいラフな絵じゃないですかすごい言葉を選べるさすがにちょっと見づらいですねでも面白いなって思いますけどまあ読んじゃいますよねだから難しいですねまあそうすねまあじゃあ好きな絵柄はあんまりちょっとないですね特にこれっていうのは次でいいかなっていうはい次かじゃあ同じく貧乏だるまで 苦手なストーリー、うん、お二人はこういう話は嫌いだというような苦手なストーリーの傾向はありますかちなみに私は主人公が最後にむごたらしく死ぬ話がどんなに名作でも苦手ですむごたらしくって言うとじゃあアトムは OK ってことむごたらしくないよねあれはもう英雄として死ぬよねなんか、まあ、バッドエンド、うん、バッドエンドじゃないかバッドエンドじゃなくても主人公は幸せになってほしいとかそういう感じですかね 無ごたらしく死ぬっていうその主人公が死ぬじゃないでしょ無ごたらしく死ぬでしょうんそんな作品ありますっていうかみ惨めな感じで死ぬ例えば何でしょうね例えば何ですかね例えば漫画だと何かあるかな、まあ、映画とかだとね、まあ、無ごたらしく死ぬっていうかまあバッドエンドってのはいっぱいあるけど無ごたらしく死ぬって言うと俺ちょっとバッと出てこないななんかこういうの嫌だとかってあります俺はえー、と 大泣きしてるシーンが入っているのはもう漫画だろうが映画だろうがドラマだろうが嫌ですね登場人物がうわーんって、うん、泣くのはすごく嫌ですね<ー>泣けなくなるでしょこっちがつられて泣くみたいなことはあないねあそうですかな、うんだろううん,うんうんないね なんでですかねその,そのシーンは背中で見せたりとかしてほしいってことなんですかう,んだろう,なこう思いをはせて泣くっていうか感動すると思うんだよね、うん、泣くってもうそれ結果が出ちゃってるからなんかあんまりあ泣いちゃったかっていう感<じ>そこで耐えたりとか、うん、泣かせに来てるなな,なんつったらいいんだろうな、まあ、でもとにかくなんかね 主役じゃなくても,、まあ、それも映画でも、まあ、まあドラマでも漫画でもなんでけどな泣かれるとちょっと困っちゃうね作り手の顔が見えちゃうんですかねこれ、うん、でも結構一般的に泣くっていうか例えばなんですけど例えばスラムダンク「s l a m d でえっで小暮君とか赤木が思わず涙流しちゃうっていうシーンってあるじゃないですか、うん、そういうのはいいんですよ、うん、あの話が止まってそのキャラクターが泣くところだけをもう見せるっていうのあるじゃないですか1ページ2ページ そういういのが嫌いですすねあななんんでですか、ねうん、なんでかって言われると困るんだけど、まあ、苦手ななストーリーリんかこう引いちゃううんええー、っていうそれって現実でも結構そうですか現実でこの年になって泣く人まず見ないですけどうわーとかやって泣かれたら泣く人見,あ見たことあるけどまあでも引くねまあそれは引くかなく、ね、まあ年齢による大泣きされたら引く普通に泣いてたら引くねちょっとね えっってていいううううどしよ人前で泣いてるわけですもんねそ<う>だからなんかねまあそれはよっぽどね、うん、なんか誰かが亡くなるとかそういうので抑えられないんだったらまあ,あそういうのはねしょ,しょうがないですけどな,なんだろうね分、まあ、かんないなんかあんま理屈もないっていうか自分の中にないけど、うん、あんま好きじゃないですねそういうシーンはねなるほどうんなんか好きな漫画にだからそういうのないけどドラゴンボールで誰かが大泣きするシーンってありました うん、確かクリリンが死んでも怒ったでしょ、うんうん、なんかねあんまりまあご飯が泣いてるぐらいですよね子供の時にうわーんとこうやって眠ってそういうんじゃないもんね例えば「タッチ」なんてあんなに悲しいシーンあったけど誰も泣いてないしねあそこでね <laughs> なんかめちゃくちゃ泣かれたらなんかちょっと違うなって思うあそこで二人とも泣かずにっていうか誰より悲しいはずのその 達也がなんかちょっと静かな感じだったのが逆に悲しかったじゃないですか一通り終わって南ちゃんがなんか高架下で一人であはい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 まあまあああいうわびさびですかねだからなんか俺はそれなんかちょっと嫌だなと思っちゃうそれはなんか泣くっていうことではなくて表現してほしいなと思いますねなるほどなるほどすごいのかいいですねそれは昔から思ってますじゃあどんどんいきますかはい じゃあどうしようかな、これにしましょうか、埼玉県、父親、マネージャーさん、時折聞ける梅原さんのマネージャーさんのお仕事ぶりの話がえとても好きです、もしかなであれば梅原さんがうなったマネージャーさんの敏腕エピソードなど。 ああ言えないことが多いかもしんないねあの危機回避したとかそういうことです、ね、うんそう言えないことが多いかもしんないまあゆえに裏方ですごいってことですよねやっぱりその言えないレベルのやつをうそうだねでも一番すごいなっていうかなんだろうなでもやっぱ俺はかなり会ってからっていうか まあ人生観が変わったっていうとちょっと違うけどうん何だろうな何が一番うんまあでも一番感謝してる部分っていうのはえと感謝っていうか俺にとってですよ完全に俺にとってだけになっちゃうんだけどまあ俺 損ししないよよううにしてくれようとする、うん、結果そ損することあるだろうけど人間,人間のやることなんでそれがすごい、ね、徹底されてる<ー>もうそのコンセプトが崩れたことがなくてそれがほんとすごいなと思いますね徹底してるそこが確かに何か梅さんは結構自分の意見を大事にするイメージであるんですよ、うん、ただ確かにマネージャーさんが言ってる時だけはちょっと やっぱ聞,く聞くというかそうというのはねエゴじゃないっていうのが今までの行動で分かってるから、うん、あの一つの意見として、えー、とこれはこの人は完全に俺が損しないというふうに思って言ってるなっていう信頼があるんですよね、うん、そういうことってまあ普通は親とかさ身内にならないとなかなかないんだけど、うん、と思うんだけど。はい でそうなんですよ。でだからとりあえず考えますよね。その場の感情に任せて言ってるわけでもなければ、うん、あの自分のこうエゴで言ってるわけでもないっていうのも分かるから、うんうん、考える。でその結果あじゃあまあ野さんの言う通りでやりますかっていうことが多いね。うんうん、な何度もあるよ「いやちょっとそれって言って「うん、ちょっとやだな」とかってことはいくらとも今まであったけどでも。 結局なんか説得っていうかあまあじゃあ,、まあ我慢してやるかみたいなことの方が多いね。でそれはやっぱ結果割と良かったとか。うんまあ分かんないよね俺の選んだ方やった時にどうなったかっていうのは分かんないけどまあその客観的に見れるだろうし俺のことをあとはそのまあ俺はやっぱそのなんて言うんだろうなうんて言えばいいんだろうな 得,得意なことと苦手なことはっきりしてるんで、ね、考えることとか、ねはいえー、自分の将来とかってことを考えるの苦手なんで、うんうん、そういう意味では任しちゃうことはあるかもしれないね、うん、まあちょっと俺はちょっと感情的にはどうかと思うけどでも俺は自分で舵を切った結果地獄まで落ちたから俺に舵を切らしていけないとその人生単位で言うとね好きなこととかを作るのはいいんだけど、うん、っていうのはあ,るありますね。だからまあ、でも具体的なことっっていうのはやっぱその ちょっと言いづらい言いづらいけどね。うん、でもうわそれそっち決断そっち選ぶんだとかね。結構あったからね、うんそ。なんかその梅さんみたいなタイプの人って、うん、多分多いじゃないですか。あのスポーツ選手とかあ、はい、ね例えばアスリートとかって、うんうん、だから本当にそういうまあ監督とか、うん、プロデューサーとか大事ですよね。だからコンビというかまあそうね。うん、すごい大事いかだからね。俺思う思うんだけど。 まあ俺、結構変、人をあんま信用しない人間じゃないですか、<うん S 1> 信用しないっていうか、別に、ののいや、フレンドリーじゃないわけじゃないと思って、自分で、結構別にあのよっぽどね、なんだこいつと思わなければ、自分から話しかけないまでも、話しかけられれば、結構気さくに答えてる方だと思うんですよ、のこの30超えてからぐらいはね、ただそれで、そいつをこう人間として信用してるかどうかって、また別だし、えっと、 信用、まあ、人間としては信用できるんだけど自分が心開くかどうかってまた別で多分心開きにくい人間なんですよね、うん、俺はね、はい、それは見てて思うあう俺って本当に人に心開くまでに時間かかるなってうか、はい、でもその俺が完全に心開いてるんで、うん、そこがまあ言ったらもうその時代で敏腕だよね、うん、確かにだって俺が心開いてなかったらうまくいかないじゃないですか、うんうん、ちょっとでも利用されてるなとか なんかちょっとでもそのエゴを見た時に俺やっぱ拒絶反応を示しちゃうんですよあっってちょっとトラウマみたいな感じであっってなっちゃう、はいうん、でどんなに仲良くてもなっちゃうんですよあっってなんか嫌なとこ見ちゃったみたいな感じで,でそういうとこミシってなこないんでうんそれは大したもんだなっていうかあま,まずはその腕があるとかのど,どうかの前に信頼を勝ち取るっていうのをすごく世の中でね 大事なななことなんだなというかちょっと話変わるんですけどうちの親父がねこれんか話してることなんだけどあのこうなんだろううちの親父の言うことっていうのはまあね信用してきたんですよ今から振り返ると間違ってるだろうなっていうこともあります無数,と無数にあるでもなんでその信用してる全部信用したかっていうとえと俺の信頼を勝ち取っとどうやって信頼を勝ち取ってたかっていうと俺とした約束破んなかったんです絶対。 うんうん、こういう約束したなってあるでしょ例えば遊園地遊びに行くとか、はいはい、でも一応それなりのた役職って言うと役職って言うとちょっと大げさだけどまあちょっとまとめて人まとめてたりもしたからまあ仕事が忙しくてどう,しどうにもなんない人も本当はあったと思うんだけど、はい、ちょっとごめん仕事で行けないっていうの1回もなかったのは<ー>、うん、だからこの人に言ったことっていうのは現実になるんだなっていう無意識感にもすり込まれてるんですよこ<は>この人に言ったたとは現実ななるみたいな<ー> <laughs> そうだから言ったことっていうのはもうあはいはいわかりましたっていうかあの、まあ、信用する、うん、言うことは聞,聞いたり聞かなかったりだったけど言うことは信用するんですあそうなんだろうなみたいなだからねあのー、こいつだって思うやつがもしいたら、まあ、俺も今後もしそういうやつが出てきたら絶対にこいつの信用を勝ち取ってやるぞっていうところをまずやるだろうねう私できますよ僕は能力ありますよ、えー とかじゃなくて、絶対にこいつの,の信用をちょっとでもこう疑いを持たせるようなことはしちゃいけないってするだろうね、うん,うんそ、それの効果たるいはすごいなと思うもだって、この偏屈が、ここまで、なんつうの、こう、ね、忠実に動くんだよ。うんなんか、鼻見せてますもんね、犬だったら、生命的に。<laughs> まあまあまあ,まあ、そうですよね。 すごく大事なことなんだろうなと思いますわ生実家能力がとかよりもねうんかそんなに長い時間一緒にいるわけじゃないじゃないですかそうねその1年間一緒に住んだりかわした時間っていうか直接会った日数多分1か月ないんじゃないそれ以心かごめんそれ以かまあね海外にいるそれ以心かでも2か月はないと思うそうですよね2ヶ月はないと思ううんき合いは長いうん電話でのやり取りはあるけど二か月丸2か月行ったとないんじゃないかなうんうん

なんか例えば純真な目で「格安教えてくださいよ」って来たら、うん「ああ」って感じだけど梅さんにすり寄れば数字がとかっていう感じを察知したらピシャッっていう感じがする、うん、まあでもあの俺ももう何てうんだろ大人なんでそこまで徹底はしてないですあそうです子供の時はもしかするとそれぐらい極端だったかもしれないけどもう無理なんで立場が立場だから疑ってたらきりないじゃないですかうん それは絶対入ってくるだろうことだろうしそれ拒絶してるともう人と話できないんでそれはもういいんですけどうんでもまあそうねやっぱちょっと考えちゃうね仕事の人ってそもそも見返りを求めてくるじゃないですかそう仕事はね仕事はねそれはそれでいいじゃないですかでもなんかだから初めからちょっとガードが硬そうですよねそういう意味だとね 心を開く気はない前提でお付き合いまあでもだいぶ開くようになりましたね昔より子供の時はもっと広かったんででしょうね、うん、そんなイメージはありますねやっぱきっかけは単純にカレーですかなんかこういうことがあったとかこっちのほが得だとか思ったああ今その心を心開いてるっていうかまあその、まあ、ちょっと寛容になった気さくに、うん、まあ年齢もあるだろうしえっ、ー、と、まあ、傷が癒えたんじゃないですかトラウマで多分心を閉ざしてたんで。 傷が癒えた感じになるんじゃないかな。まあ、自信がついたとかですかね。まあ、それもあるだろうね。なるほど。そう。マネージャーさんね、一回ぐらいラジオに。いや、多分ね、で、出てって言えば、全然出るんですけど、でも俺がなんかね。あそうですか。うん、なんか、あんまり、いや、いいんだけど。まあ、ラジオ向きな方ですよね。一番ね。喋るのは好きですよね。私、これ、そなんか裏方というか。なるほど。 そうそうだからね、なんかのインタビューでそれ1回言ったときにだその e スポーツに参入するっていうのがあったらそのマネージャーやるんだがね、なんかわかんないですけど、絶対そこだよって、もうその力量がどうとかの前に選手の信用を勝ち取るのが大事だし、逆,逆もまたしかりでね、選手は選手で、分その自分が使えてるところの信用を勝ち取るのがすごい大事なんですよね。と思う。 うん、打てば響くっていうか期待に応えるっていうか、うん、お願いした仕事全然頑張らないとかさ、うん、そうするとやっぱりお互いなんか信用なくなってって、うん、だから自分でのあれですけど俺はきっと多分志さんんの期待に応えてきたんだよね、うん、新しいことにチャレンジして,て本を出すとか講演やるとかって時に毎回俺は真剣に向き合ったんだよでその信用を勝ち取ったから向こうも多分返してるんだと思うんだけどね。うん、一方的ににあの人が誰に対しても そういうい菩薩のように接してるわけじゃないと思うけど、うん、まあでも最初の段階では向こうが結構そういう努力をしたと思いますよ、うん、まやっぱ信用はでもまあこの社会でね、うん、やっぱ最も大事なものの一つ、ね、まあ仕事って、ね、しも仕事が来るかどうかっても信用だでしかないですよねこの人に頼んだけゃ大丈夫だろうとかね手抜かねえなとかね信用って本当に取り返せないって言うじゃないですか取り戻せない,いまあいやまあい何回かチャ,チャレンジできると思うけどね ただ、本当にもう、ああ、だめだなってなったらもう終わりだよね。<ー>うん。何度かあると思うんですよ、その滑り、こうずり落ちていく中に、何回かその、捕まるところがあると思うんだけど、<laughs> その捕まるところ全部は逃しちゃうと終わりだね。もう二度と、あもう帰ってこないよね、その信用はね。うん、梅さんもやっぱ信用は大事にしてる感じですかうん、まあも、もちろん、のものによるけどね、でも、うーん。 例えばさ、えーとうん、じゃあチーム組みます、3−4−3、はい、組みますとか、ねはい、ゲームの3 − 4 3組みますとかっていう時に、はい、やらないってなったらもうそいいつを組まないでしょうん簡単な話、そういうことですよね。うん、例えばそういうことですよ。うん、だからで、そのゲームっていうのは自分にとって大事なことだから、うん、その格闘ゲームプレイヤーとして他のプレイヤーの信用を失いたくないじゃんできることなら。うん、だから、例えばそのチーム戦とか組んだら、まあ、やるよね、うん、やっぱりね。うん っていうことはありますよね。でもどうでもいいなと思うことは別にどうでもいいなと思うね。そんな感じもしますね。なるほど。マネージャーさんの話でした。じゃあ続いてまた貧乏だるダルマ。貧貧貧貧親父貧。貧貧父親貧ですね。あ父親か。親父って言っちゃった。優しさです。梅原さんが考える優しい人とはどんな人ですか。 以前マージャン時代の T さんが切れ、はい、たエピソードを配信でお話していましたがそこにヒントがあるのでしょうか T さんっていう人がいたんですかはいはい、はい、ん T さんってマージャンの俺の師匠って、まあ、俺勝手に崇めてるだけの人なんだけど、はあ、が俺の、まあ、出会った中ではまあまあ一番優しいねと俺は思ってる俺の基準ねはあ、はあ、優しいなっていうのはこれは多分千差万別まで言うとあれだけど いろいろ種類あると思うんですよ怖い人が人によって違うように面白い人が人によって違うように優しい人も多分人によって違うと思う、うんうん、で俺の目から見て「あこの人本当と優しい」っていうから優,優しいのレベルが違う、うん、で優しいのレベルが違うってどういうことかっていうときっと多分普通他の人よりも悲しい思いたくさんしてんだなだからいろんな人に優しくできるうん、うん、あのやっぱねあの特に俺も子供の時なんかそうだけど ひどい経験とかつらい経験とかしてないと優しくできないよね気持ちわかんないからそれこそ何あのパンがないなら、ね、ケーキ食べればいいじゃないって、うんはい、あれ別に嫌なやつなわけじゃないのよわ、うん、かんないのよパンがなきゃケーキ食えばいいっていう環境で育ってるからさ、うんね、彼女はおすすめしてるわけですそうなんでってただのおすすめじゃないですか提案じゃないですかご、はい、<laughs> 提案じゃないですかでも肌から見てると嫌なやつ見えちゃうんだけども、うん、だから優しさっていうのは俺ね一時その えとこういういい人になりたいと思っその T さん T さんみたいにこういう深い優しさを持った人になれた,いなれたらなれたらっていうかなりたいいいなかっこいいなと思って、うん、それ今でも変わらず思ってるんだけど、はい、ただでも多分この人ほど優しくなるためには俺この人ぐらい悲しい思いをしなきゃいけないんだなと思うとあ手に入んないんだなと思ったのう,うんなるほどそうだから なんだろうな悪いやつじゃないんだけどあの何て言うんだろうなうんなんかちょっとそれ別に優しいわけじゃないよねっていうのって俺超思うのねうそれって優しさじゃないよねっていうかうん。だか あの田中さんがさなんかすぐいい人って言うみたいな話あったか。あれ俺逆でそれ別にいい人じゃなくねっていうのが超多くて逆にね。そうっていうのはあるんで,で俺にとって優し,優しいっていうのはあのうん難しいんだけどでも一と言で言うと言葉優しい言葉をかけるっていうことは特にしないんだよね。 俺の目から見てて優しい人って行動なのねうん、うん、行動が優しいのこの T さんが切れたエピソードっていうのが、うん、ちょっとなど何なんですかこれはねあのねこれはねえっ、ー、とすげえ簡単に説明すると、はい、えっとね一人まあみんなからちょっとバカにされてるっていうかちょっとこう仲間外れっつうか みたいなやつがいたんですよ。雀荘に。ええ。仮にじゃあ A 君としましょうよ。あのお店の方の人ですかあ店の,店の従業員が、ね、い、ええ、まあ、ね、結構しょうもないことやっちゃうやつで。うん、まあ俺も正直かわいいとも思えない。うんなんかまあ別に関わんなくていいやっていう感じ。うん、あの別にもちろんそんな邪険に扱うとかしないけどでもまあ関わんなくていいやってんかいいやっていう正直、はい、俺,も俺もそう思うぐらいの。で、えー、とそいつをこう。 新しくねちょっと年長者で入ってきたやつがいたんだけど新しく入ってくるとね年長者っつっても立場はあんまなかったりするでしょでそいつのねやっぱりうん,なんていうの立ち回りっていうのは自分より弱者を見つけて何とかやっていくっていうやり方だったんだよねその新しく入ってきた B がねでまあくだらねえやつじゃんまあ入ってきた瞬間から分かったよねそれはまあ俺は働く時間帯違ったからまあよかったんだけどでそいつがどうもその A をねこう 下に見たと。うん、で逆に言うと A しか多分下に見れなかったんだよね。うん、でその A があのあじゃあ B がその A のことをこう何の理由だったかわかんないんだけどカウンターの裏で膝蹴りしたんですよ。はあ、ね。はい、めっこの野郎みたいな感じで見えないところで,、ね、でね。はい、もう本当に弱い者のいじめですよ。最低の弱い者のいじめ。自分他に誰にも言われないから。でもまあなんか年長者だしちょっと。 なんかみたいな感じあったんじゃないの知らないけどほんならそれすげえ遠くで見てたのよ端々ぐらいで見てたはずなのに、はい、で普段すんごい怒んなの全然怒んないの誰に客にも従業員にも,も誰に対しても優しいのその人はねその師匠はね、はい、ところがそのねどうもなんかあいつがその A のことをなんか蹴ったなんかどうかも多分見えてないんだけどやったっていうのが分かった瞬間鬼の形相だよ 走,って走るっていうかこうガーってこっちのカウンターまで来てすごい怖い顔でほ、まあ、本当はすごい怖い人だからすごい怖い顔でその、まあ、しかも年上ですよ何歳もその B <ー>を見て「で何やってんだよ」ってこう言ったのよ「<laughs> かっこいい!」と思って <laughs> いや俺さ何があのかっこいいし優しいなって思ったかっていうとその人にとっても別に A 別に好きじゃないんですよ。とととと仲いいとかかのこと好きとか そういうんだったら、わかりますよ。普段から B. と仲悪いとか。はい、そうじゃないの。別に B. ともうまくやってたし。うん、A. のことが好きだったわけでもないと。ただ優しい人だから、わけへがつなく接してたけど。ただ、その B. が A. にやった行為、そのものに起こったのよ。うん、うん。で、年も関係ないよね。うん。年も関係ない。もう、そこはもう。それまでの人間関係とかも、全部。一旦リセットして、てめえ、何やってんだよ。って言って。うん、B. が。も剣幕に。 ビビっちゃってすいませんっつってで A がありがとうございますみたいな言ってんだけどもうんか無言で戻っていくみたいな例えばそれワンシーンねすごいインパクトがあるって俺は A のために怒れないなと思ったのあんなふうに本気で怒ってるからね格好つけとかでも何でもないからアピールとか周囲誰かのアピールでも何でもないからとかねまあそれ本当氷山の一角なんだけど例えばそういうさなんかこう他人のために計算抜きで怒る っていうことがしかもその,関係性が薄いのにできないんだよね、うん、俺昔ねあの川村くんがえっとチャリンコねほぼボスをねあのまあとあるとある集団その敵対する集団にボロボロにされたってことがあったの,あ<ー>あのハンドルにコーラかけられてサドルは外されて過去ぐちゃぐちゃみたいなで川村くんものすごい怒ったわけ、うん、それは。 でも怒ったのに対して、あのー、そいつらが助っ人を連れてきて武闘派じゃないけど、うん、ちょっとこう怖,い怖い感じを連れてきてで結局その矛を収めるしかないっていう状況があった時に、はい、俺、むちゃくちゃ腹立ったんですよ。他人のことで腹立つってめったにないんだけどなんて卑怯なやつらなんだろうと思って、うん、も,ものすごい腹立って、はい、夜眠れなかったそれぐらい腹に来た頭にきたの、まあ、俺恩があるからね河村君でね。うんな でも俺も、まあ、まあ中学生とかなら何もできないんだけどっていうことはあったよそれでも俺と河村君の関係性だから俺は本気で頭にきたんだけど、うん、あんな別に A と B のいざこざなんかどうでもいいっていうかもっと言うとだから道端でそれが起きてても多分やってるってことなのようんなるほどそれはね俺やっぱできないなっていうかうん、うん、でそれはね、あのー、言葉って うん、優しさとかじゃないんだよね、うん、まあ言葉で優しくすることもあるかもしれないけどうんなるほどそうなんかね、まあ、話すとね長すぎてこんなこともあった、うん、こんなこともあった、うん、ってのいうのいっぱいありすぎてちょっと長くなっちゃうからあれだけど俺がその配信でちょこっと話したエピソードっていうのはそれ、うんうん、それ見た時あこ,れだだなこの人もこの人にはなれないなとなるほど確かになんかその 悲しみを知ってるっててるいうのはそういうことなんです、ね、そ<う>なんか人間って想像力で本当はできるはずじゃないですか、うん、弱者の立場にね、うん、やっぱそれには限界があるというかなんかそ,<う>んそんな感じはちょっとしちゃいますね、うん、あとはねも,もう一個あるんだけど、はい、これは俺が実際にしてもらった優しさで実際ねすごい嬉しかったんですよ、はい、でね何かっていうとあのね俺風邪ひいてたんですよその日で あるそのやつ、俺と結構仲良くって、でその師匠とも仲良かったの、うん、っていうか、師匠がすごい可愛がってるやつだったの、めちゃくちゃ可愛がってるやつだったの、で仲良しでよく遊んでて、なんかい一緒に住んでたりもしたのかな、もうだけど、めちゃくちゃ仲良し、そこ,こがいたと。やつがいたんですよ、はい、C 君。C 君としましょう、はい、俺がいて、うん、T さんがいて、C 君がいて、C と俺も仲いいんですよ、うん、同郷なんで、はい、同郷っていうか、同じ足立のあの辺なんで。はい で、話も合うし、まあ、向こうは1個下あったのかな？で、えっ、ー、とま仲良しでやってたんですよ。ほいで俺が珍しくね。あの風,風邪気味だったんですよ。うん、でも俺はその麻雀を誰よりも打つっていう係だったんで、あの麻雀してたんだけど、いや久々にいや麻雀好きだし全然平気なんだけど、ちょっと熱,熱があってきついなって思ったんですよ。うん、珍しくね。めったにな、ね、い。多分ジャンソー勤務してて1回ぐらいしかなかった。そんな日は。 ちょっときついなと思ってで俺はずっと打ってなきゃいけないっていうのがあったからその店の下にファミマがあるんですよでファミマで風邪薬を買ってきてほしいなと思ったんですね、はい、俺は打ってなきゃいけないからでしかも、まあ、しんどいし動きたくないなと思ってで C に「ちょっと悪いんだけどさちょっと風邪薬買ってきてくんね」って「こんな感じで頼んだんですよ、うん、別に買ってこいよ」とかじゃないよもちろん風邪だからちょっと「買ってきてくんない?」って言ったら「えー、やだよ」って言われたんですよ、うん ね「えや嫌だよ」って言われてでそれがねなんかね、まあ、風だったからたいその体が弱ってたからっていうのもあるとは思うんだけどえらか傷ついたのね俺は <laughs> なんか,なん,かこうなんだろう子供,子供の時のトラウマが蘇るっていうか <laughs> 仲いいと思ってたのにそんなこともしてくんねえんだって思ってでもそんなことをさ大人になってから言うのも恥ずかしいから「<laughs> うん、あわ分かったじゃあ俺買ってあ違う」で言われたんだ「あ嫌だよ」っつってで俺ねちょっと一瞬たじって。 ロイっっっっっててていいうかえってななちゃって、はい、めったにないよそんなのああそういいよじゃあ俺買ってくるわって言って終わりなんだけどでも一瞬うってなったのを見てたのか見てないのか分かんないんだけどまたそこで「おい」っつって「お前友達が体調悪いのに風邪薬も買ってこないのかつって「お前見損なったぞ」っつってそんなね怒ってるところのこれ見たことないのその人がその C に怒ってるところ一回も見たことないのねでも俺がちょっとうって でこうまあ傷ついたんだけどそれをね刺してか刺してるのか分かんないんだけどそういう風にね初めて見る剣膜で怒ったの「うん、お前友達が風邪いてんのにそれ風邪薬も買ってこないのやつなのかよ」って「そんなやつなのかお前は」っつってすごいもっと厳しい口調だよ、うん、でそいつもなんかもうなんかちょっと半泣きになっちゃって「う買ってくるよ」とか言ってで俺もどうしていいか分かんなくなっちゃって。<laughs> で結で風邪 <laughs> <laughs> 薬を買いに行ったっていうことがあったんだけど <laughs> でもあれはすごい嬉しかったんだよねなんか密かに気づいたたわけ密かに気づいたのねあなんか些細なことなんだけど仲いいと思ってたのにでしかも多分1年半とか2年ぐらい同じバイトでしかもすげえ時間長い時間共有してんのに風邪薬も買ってくんねえんだなでなんかあでもまあ他人ってそういうもんだよなってなんかちょっとこうふと我に返るような 寂しさを覚えたんですよその瞬間にそしたらそこですかさずバシッと言われてて、まあ、そういうとこなんだよねうん,うんで俺が知ってるや一番優しい人っていうかその他人でねもちろん家族はもうもちろん優しいからそれでもみんなにとって家族、まあ、みんなかどうか知らんけど家族って優しくても、はい、まあそんな珍しくないでしょだから家族覗くとうもうぶっちぎりだねうん,うん俺の中の基準 理想のの優しい人人はあそれと比べるとねやっぱね言葉の優しさとかは別にどうでもいいんだよね、うん、そんなんどうでも言えるじゃんって思っちゃうしうんだからあのー、あれですよえっと基本的には俺は優しい言葉ってのは書けない、うん、人には、うん、でもしあの本当に困ってんなと思ったら行動でやるそれぐらいはやってるつもり、うん、あこいつ本当に今困ってんな本当に きついだろうなっていう時は何かしら行動しているつもり、それぐらいはする。うんうん、縁があればね。うん、確かに梅さんは褒め褒めない褒めないというか、うん、なんか認めた時はやっぱ行動で示してる感じしますね。なんかね、うん、そんなでもその方に確かに憧れるじゃないですかそういう人って。うん、でもやっぱ慣れないですね。慣れないよ。慣れないんだなって思ったの。 慣れなさがすごいれないんだなって俺じゃ慣れないんだなって思ったの諦めたのこういう時こういうことしようじゃないですもんねやっぱりねもうね組み込まれてんのよ体の中にとっさにも無理だなと思ってなるほどそう梅さんの優しさはもう T さんが頂点俺はあれが優しいだと思うけどねだけどまあ誤解されると思うよ口数少ない人たちさうんなるほどうん わかりましたじゃあ次いきますかはいじゃこのえー、また父親も父親とミンダルの数が多すぎてまあそ,うそこのラリーですよね基本的にはね <laughs> でもまあありがたいんで、うん、どんどんいきましょうかはいさくさくい、はい、サクサク行きますか父親え a i g o z ベースとプレゼントされて驚いたもの クリスマスということでって書いてあるんですごい古い話です古い <laughs> っ, <laughs> っていうかまあ古っ <laughs> えっ、えー、プレゼントさえて驚いたもんあそうファミコンファミコン親父のファミコンああそうですかうんそれも計算出ててもうていうか人生一番嬉しかったは何ですかそれだもんファミコンファミコンが買ってもらえないと思ったのに買ってもらえた時の嬉しさああ<ー>それがマックスですまあそれってやっぱ買ってもらえないからですよね 買っっててもらえないと思ってたが要,要は要は子供の時ってあのー、買ってくんないんだろうなチラってないんですよ、うん、分かんないからあなそのなんつうんだろうなえっ、ー、とは俺ファミコン欲しかったんですよね、はい、で買ってくれてたんだけどダメだって言われてたんですよ、うん、でダメだって言われてるものはやっぱ買ってもらえないんですようちは、まあ、もう無理だろなって感じで無完全に諦めたあファミコンっていうのは手に入らない完全に諦めたんですでうちの親父がそのえっ、ー、と大悟なんだちょっとついてだしちょっとファミコン見ていくかみたいな うあの見学をちょっと提案されて、でもそれでもよかったんですよ、俺。見学できるあファミコンを見学できるんだ、じゃあ行こうかなみたいな、可愛いもんですよね、今から考える <laughs> 可愛いもんだと思うんだけどあ、じゃあ行くっつって、で、行って、どれだ、ファミコンって言って、あこれはファミコンって言うんだみたいな 1>、うんいう、1ミリも買ってもらえると思ってない、だって買っ,ちゃ買ってあげないって言われてんだから、うん、でへえそっかっつってん、で、なんだ、これ,これ,これだけじゃだめなんだよなファミコンって言って。 いるんだろうみたいなろうみって「はい、ああそうそうそう」うん「んでどう,どういうソフトがいいんだ?」みたいな「いやこれがなんか一番人気」みたいなで「指さしたのはマリオだったんですよ、はい、スーパーマリオブラザーズ」はいだから「すいません」っつって店員さん呼んで「これください」っつってで「<laughs> <laughs> <laughs> もう体中の穴毛穴という毛穴が開いてですね <laughs> アドレナリンがもう1年分出ましてですね うれしかったですねあれを超える喜びはないねーなんかわあとか言いましたいやもう覚えてないけどこんな嬉しいことあるの生きててっていうその <laughs> <laughs> やっぱサプライズがいいんですかね,ううねサプライズはやっぱりね,ぱりね俺もスーパーファミコンですね、うん、ちょっとなんか世代が違うのが年上な小5ぐらいの感じですけど俺の時のそれもうちは貧乏だから無理って言われてて分かるって そのすごい説得力があまあだっていらないものだしね,ねクリスマス欲しいなとか言ってたけどクリスマスの日に突然なんか手紙が来て「冷蔵庫開けてみ」みたいな、うん、使ってない冷蔵庫がんか2階にあったけたら入ってて「うん、絶叫する」「<laughs> うおーみたいな <laughs> いやと絶叫自分悲鳴を上げますよねうわーうわーみたいないやでもあれってやっぱ子どもの時だけの特権ねいやでもそう忘れちゃだ今だったら今だったらねもう汚い人間ですからちょっと見に行くかって言われたら あれもしかして買ってもらえるかなって思うじゃんそうですねっていうか多分買うんだろうなと思うじゃないですか今だったらなんだ買わなかったらがっ,かりす、ね、がっかりするまであるじゃないですかそういうのしないんだみたいな感じでそう汚くなっちゃいましたねそ,そうあまあプレゼントまあファミコンですねそれはもう結論出てますファミコンなるほどファンからもらったものとかなんかありますこれは良かったみたいなファンからももらったもので驚いていやーそんな嬉しかったまあ言うとそんなもらってないですからね あそう,ですかうても、うん、まあないかなうん、うん、これと言ってっていうのはないですねわ、うん、かりました、うんはい、じゃあ次、えー、埼玉県父親こ<う>衝撃を受けた裏技ゲームにはさまざまな裏技が存在しているかと思いますが梅原さんが今までで一番衝撃を受けた裏技は何でしょうかああ今ね何かあるかなと思ったけどすぐ出たあそうですかはいいいですかいってどうぞもうそれは合ですね ほーうん、あれ以上の衝撃はなかったないいまだにないいろいろあると思うよあの上上下下,下左右左目 BA でね総理い,い,、はい、いっぱいつくとか、はい、あとは「武蔵野県」でカセット斜めに刺すと無敵になるとかね「うん、<laughs> あのドラ系」で「ゆうてみやおきむこう」ホリね「ホリエルペいとかさはいろ、はいろありました、はい、数々の裏技ありましたでも頂点にいるのは豪鬼です <laughs> ゴーキが使えるはマジでびっくりしました絶対使えないと思ってたもんあれって X からですよね X からそうそうでそもそもやっぱゴーキ乱入はもうその前段階でもちろん話題になってた、ね、って,てでゴーキがまず来た時にもびっくりするんですよえええ何えれ何これ何これ,何これってなって、うん、でしかも超強杖超杖超杖ってなってでまあ徐々にそのこう明らかになってこれがゴーキみたいな、はいはい、あすげえみたいな当時ゲームストしか情報源ないから それは俺だけじゃなくてみんなそうだから、うん、すげえつえっつって合気を出してなんか条件あんだよね合気出すのにねあの稼働時間とかいや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 あのなんかスパコンなんか点数が何て言うあういうあの任せたけど全く何かあってううで,で条件があって出てきて倒すっていうところで終わってたらそのゲームストがもう大事件みたいなもうとんでもないことをこの号で発表するぜみたいな感じで合気発表してあれはあの裏技将棋だったねあれが一番じゃない あれはだって念入りですもんね絶対偶然使えないじゃないですか絶対偶然使えない俺はその偶然使えなさすごいいしかもね悲しい事件もいっぱい起きるじゃないですかその茶色い竜が、うん、まあねだからやっぱ相当念入りに隠してて、うん、サプライズ成功した形ですよねそうそれ梅さんも使ってたんですかあ当たり前ですよ丸屋の合計限定大会優勝しました、ね、<laughs> 本当ですかあなんならはい やっぱ期発覚後はもう合気祭りだったんですねしばらくは合気祭りですよねだって楽しいじゃんめちゃくちゃ技ね強いしさ対抗できないですもんねで合気ローキャラばっかだったですもんねああそうですかうん興奮のるつぼでしたかうんやっぱ本家は違えなっつって何本家ってどういうことかいやか結構押されてたんですよ当時格闘ゲームいっぱいってなんかその ゲー,ム性ゲームバランスうんぬんの前にとにかくなんかド派手であればいいみたいな、ね、コンボいっぱいつながればいいみたいな、うん、ゲームが増えてきててで俺はでもなんか、まあ、そういう意味じゃ渋い子供もだったんだけどやっぱストツじゃね対戦ゲームはみたいないろいろやったけどやっぱなんかこっちの方が対戦としては面白くねみたいなあったんですよでもやっぱこう地味だっつうんで人が離れていった時にだ X が出てきてマスパコンだなんだっていろいろ追加されてまた人が戻ってきてさらに合気が出てきてやっぱ本気,本気やる時やるなとは僕も感動しましたよ なんか嬉しかった。カプコン、やっぱカプコンじゃんみたいな。<laughs> やっぱカプコンだらみたいな感じでしたね、当時。誇らしかった。そうか。合気やらスパコンやらって、今から考えるとダメよ。ゲームとしては良くないよ。ゲームっていうか、その、まあ、e スポーツっていうことで言うとね、ダメよ、合気や、スパコンもちょっとバランス考えましょうってのはあるけど、うん、まあ、当時はそんなもんないしさ、楽しければいいわけで、興奮させれればそれでいいわけで、まあ、 カプコンのそれやっぱおお王者の風格を出した感じがありましたよ、うん、あの時はうんなんかあれですもんねもちろんバージョンアップとかないから実装したタイミングでもうその人気になったから使えるプレイアブルにしたとかじゃないですもんね<学>初めから初めがいいですあるなんか多分時を見てゲーム室のリーク情報をねやってみたいな感じだったんでしょ、ね、うね、ん、は<ー>あでも賢いですね たっそうですねやっぱ格闘ゲームの元祖が輝いてね間違いなく輝いていやよかったです梅さんの裏技が豪気でもう腑に落ちます全然もう別にサービストークでも何でもなく豪気ですねわかりましたその感じでもう50分ですねああじゃあちょっとテーマさっくりいきますかはい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 じゃ選びましょうウィー あ何が入ってきたんだ俺初心者と短所、ね、短所かああ短所にしましょうじゃあ新人どうなのとそう新人確かにねこれってそうこれよくない何がよくないかっていうとフェースアップされてない状況なんですよコンビニでいうとどういうことですか <laughs> 前出<だ>し <laughs> なるほどそのこの例えばこのね えと記憶とかっていうのは一番後ろで、はい、賞味期限が一番早いんですよ、うん、一番早く食べれなくなっちゃうものなのにずっと後ろだからフェースアップしなきゃいけないよね短所が一番後ろに来なきゃいけないわけでしょ記憶とかを前に出さなきゃいけないよねいやだって関係ないじゃなです関係なく目新しいやつを選んでるから <laughs> 位置は関係ないですよね,ねいや分かってるけど強いて言うならね,なね例えるならばフェースアップをしなさいよっていうことでしょ<笑><笑>でも短所ね気になっちゃうんだよなだめ短所いっちゃういやいいんじゃないですかうん 個人配信で、うん、その大した話じゃないですけどはい、はい、仮に俺の足が長くても、うん、格ゲーはやってるっていう話をしててん <laughs> ね、下ね下ね最近何下や、ね、あ,あなんかほらそ,うそれはそうかもしれないけど、うん、のめり込んでましたかここまでとかは思いますよね関係ない しょっぱなは絶対関係ないでしょそのだってそもそも自覚の前に、うん。オッケー、オッケー。言いたいことわかるよ。っていうことだった、ね、言いたいことわかりますよ。うん、はいはい。関係ない。本当に関係ないうん、関係ない。なるほど。関係ないです。それは断言できる。なるほど、うん。むちゃくちゃもうモデルみたいなイケメンでも絶対駆けやってる。今ま、まあそも,そもそもそうなると俺の人生変わっちゃうけど、<laughs> 周りの対応が違うから。そうですよね、うん。変わっちゃうから、それは断言できないけど、 あのでも、もし同じ人生だったら絶対やってる、その自信はどこから来ますかうんとね、一つは格闘ゲームの、だから俺、やっぱね、なんつうんだろうな、こう、例えばうん、背が高いとか、容姿がいいとか、家が金持ちって、うん、まあこれ、親の影響もあるんだけど、はい、それ、そいつの力じゃなくね っってていいいう風に思ってたたんんですねいやいや与えられたものなんだよ才能なんだで、はい、その人の力なんだけど間違いなくそいつが所有してるんだけどでもなんかねやっぱそいつの努力じゃねえなっていうものにあんまり興味が興味っていうか評価できなかったっていうか、うん、すごいなあとか羨ましいなとは思うんだけど心、うん、心を震わされることっっていいうののののははやっぱりそいつ努努力力なよに俺は心が動くのね、はい、でその格闘ゲームっていうものがすごい好きで,でそこにはやっぱ才能とかの世界もあるんだけど絶対こいつらこのゲームやり込んでるよね っていう、うん、その生まれつきのものもで勝負してないよ、ねまあまあ,そのまあ才能とかあるにしろ、はい、でも必ずお金をいっぱい入れて努力して練習してるでそいつらと勝負するっていう刺激がたまんなかったんですよこれは俺の考え方だから、うん、俺の容姿は絶対関係ない親からの教えだから絶対関係なくてでえっ、ー、とえっ、ー、とねその例えばなんですけど、えー、とじゃあその。 の容姿がが違っったたととしましししままょょうようよよ足長かどう変わると思います例えばでいいです。一つ例を挙げてください。まあ、だからもっとリア充になるってことそうです、ね。でしょってことだよね。ちやほやされる。ちやほやされるからリア充になるってことね。はい、でも俺は、えっと、もちろんリア充に憧れたことはあったんだけど結局感性が違うからゲーセンに行っちゃったのよ。だから一瞬、昨日が迷うことはあるかもしれない。もちろん人間だから。あっ、ちやほやされてる。ね。 ちょっと一瞬気がこうそっちにいきそうになるかもしれないけどでもあの嘘のない本当に自分の好きなものにかけてるやつらとの勝負より大事かこれ本当にこっちの方が大事かって自問自答して結論はいやいやゲーセンだなってなる絶対なるそれは俺はね俺はですよ俺の感性で言うとそれは絶対にそう,うんまあでも確かにいや若い頃の梅さん見たら普通に。 人生頑張れば頑張ればいやまあいける雰囲気ですもんねだから若い時はね言われたしね言われたから別にそういうあそうなんだなっていう感じで生きてたよ俺はそうなんだなっていうでも別にどうでもよかったそんなことどうでもよくってまあ今になってちょっと帰ってこないかなあれっていうのはあるよ取り戻そうかあれは帰ってこないかなっていうのはあるけど 全然でも関係ないあそだからそれは。ポジティブにもネガティブでもないってことですね、もう本当に事実としてあれだけど、それによってプラスになる、いや、コンプレックスがガソリンになってる人って結構いると思うんですよね、はいはい、いるでしょうね。なんか自分とかも運動苦手なんですよ、だからこの仕事をやってるんじゃないかなって思う時があるんですよ、よくもあるけど、そういう漫画とか、サブカルチャーがすごい好きになったのは。 何度も言うけど、まあ、信用されないけどこれ、うんはい、スポーツテストも,もう上位 3m に入ってましたからね運動もできるとできたのよ、はあ、あの球技はできないんだけどあの具体的に言っていいですか幅跳びは1位でしたまず <laughs> 具体的ですね垂直跳びは2位でした、はあ、100m 走も2位でした握力も2位へ<ー> 2> で背筋は1位みたいなへ<ー>そう 確か全くそういうのを見せる機会がないですね。いっていうかねやっぱりねむちゃくちゃ錆びた <laughs> びっくりするぐらい錆びた <laughs> あそうですかやっぱ使わないとねあ<ー>まあ子どもの頃は結構公園とかで遊んでたしもともとねき筋肉がつきやすいのね、うん、筋トレとかしてもすぐ血管が出るタイプなんだけどそうだからねでもゲームいったからねだから関係ないのよ俺が何が得意とか俺が何を持ってるかじゃなくて格ゲーがもう最、うん、ベストなの。 <laughs> 俺の人生は。格段を超えるものがないの。何を持ってても関係ないの。いや、すごいっすね、うん。こんなに説得力があることないっすね、お<う>さんにそれをれそ、まあ、ちょっと、ね、信用してもらえないけどね、<や>でも、も,<う>もし資料があれば、絶対、気力が残ってれば、それ証明できるから、<laughs> 学年のスポーツ、その何よりその連合運動会も優勝してるしね、高跳びは。 なんか神様がなんか運命をコントロールしようとしてもこいつ何やっても格ゲメやり続けるな友達もいっぱいいたんだから俺 <laughs> <laughs> 人気者だったんだろう俺それで芸勢行ってるから、ね、どんなにコントロールしようメ格ゲーのことしか考えねえなっていう感じですよ、ねうん、それはね絶対、まあ、そう若いうちはね一、まあ、回離れてるけどでも若いうちは絶対にもうどの絶対そのルート行くうんど,のどのルート行こうか絶対格ゲーやるモードみたいな。<laughs> クソゲーじゃないエンディングが決まってるってるクソゲーだろそれって分岐がない分岐がないっていう途中が違うだけっていうだけでなるほどまあいいっすねそういう人がやっぱ格ゲいまだにやってるんだから最高ですねそうそうそうかね好きなんだやっぱねうんなるほどわかりましたもう一個ぐらいいきましょうか59分ではいはいいいすようんなんだろうな じゃあ一番逆に一番興味ないの言っていいですかあいいっすよああまあいやに一番って難しいなまあでも文明とか言ってみようか逆にねちょっと半端文明はね俺も興味ないっすね結構 <laughs> <laughs> まあなんかずっと添えられてた感じですよねああそっか いや文明は一体どこに行くんですかねあそれはちょっとダメだな俺たちが話すテーマじゃないな <laughs> じゃあ次行きましょうちょっと一応その便,便利でもいいかなと思ったんですけどああいはい、はい、なるほどね便利さを追い求めすぎてる気がするんですよね、うん、まあ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 梅さんも対外形態依存症じゃないですかうんそうねで昔が良かったなって思う時は、うん、そのブラックボックス的なことがなかったって と思うんですよね例えば、まあ、ギリギリじゃ車だとしたら、うん、車好きな人って車がどうやって動いてるかすげえ分かってたと思うんですよ、うん、だから直せるとかそれがもうびっくりするぐらい無理じゃないですか、うん、だからそれは嫌だなっていう話ですよねピンとこなさがすごいしまあいいんじゃもう一個行じゃあいきましょうああもういいんすか すいませんねなんでかっていうとなんかそういう話結構してるかなって思うんですね便利なの寂しくないみたいな話って多分してるんでこれはまあよかったですねやっぱではいちょうどいいかなちょうどいいでえっとじゃあうん「男女」とい文いっちゃったでしょ初心者初心者またこれも新人なんですけどあいいか まあ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 ,まあ,、まあ、まあさっきそのね子供の時の話とかしたじゃないですか、ええええ、まあ一番そのまあ例えば今ボンちゃんが格ゲー初心者をどうにか増やそうとしたと YouTube でで、うん、まあその初心者に対して何したらいいのかなっていうのが何、うんはい、かアイデアとかあります思うところだ言ってるじゃないですかはい、この間言いませんでしたその歴史を話すみたいなところですか それって自分が初心者だった時それがあったら超興奮したって感じですかしたね。うんっていうのはね、えー、と昔の,そのゲーム雑誌にはそういう熱さというか工夫があった。はあ。うんあったのよつまりえっ、ー、となんて言うんだろうな 例えばさ、今ってさ、じゃあ、うんと、じゃあ、外ルの対空って何でしょうって考えたときに、まあ、現実的に、サマーとアッパー、で、緊急回避でショーパンみたいな感じで、うん、もう、もうバッサリいって、もう終わりじゃないですか。はい。で、例えば、じゃあ、空投げってありますよね。まあ、これ一番リターンでかいです。っていう事実だけが説明されて終わり。うん。ワクワクしないんですよ。うん、でも、昔だったら、 ガエルのやっぱりこう一番信用できるのは、アッパー。ガエルはこの技に、こうなんかもうすべてのその。これがもうガエルのこのなんか、守りを支えてるみたいな、<laughs> そなんか、なんかね。ワクワクさせてくれるんだよ。で、空投げは、な、じゃあ何なのかみたいな。感じで、時に結構ね、いい感じの空。空ガエルにとって空投げとは。まあ、た、ま、と、ま、えな、何々のようなものだみたいな。うん、その空投げっていう、そのなんかこうデジタルに、このダメージがこんぐらいで。 えーと置き攻めができますっていう情報じゃなくて、うん、さもこう何々のようなものが空投げだからいざという時には狙いたいものだみたいなちょっと熱いのよ <laughs> なんか分かりますっていうのは昔あ,ありました、はい、だから何て言うんだろうなこう当然そんな調子で攻略記事とかを書くもんだから、はい、読んでるとさ嫌でもなんとなくさあ そっかこういう技があこういうのが強いからこういう風にしなきゃいけないんだなってなとなんかこうスッスッスッ入ってくるのねで。俺は逆にそういうなんて言ううだろうな効率のだけの話っていうのが頭に入んない人間で、うん、そうだ教科書とか読んでも頭に入んないタイプなんだけど、うん、それと同じで、ね、なんかねこう「体育これなんですよ」っていうことだけ言われてもなんかねピンとこないんだよね。うん、うん それで格ゲーも超好きになった状態でさらにな感じもしますよね。違います。あ違う。違違うそれは違います。あさ違う。例えばえっと、えー、たまになんですけどテレビとか見てて全然興味のないジャンルにもかかわらずまあ皆さんこのこれあんまり興味ないですよねっていう前置きが例えばあって。 でも実はこれすごく面白いんですとかすごく歴史を知ると奥が深いんですっていう説明をされてふーんどれどれ見てやるかって思うと確かに引き込まれるっていうことってあるんですねあそういうことだったんだ確かによく名前は聞いてたなんかやった例えばじゃあ人でもいいよなんかすごいことやったっぽい人でもその人の人生あの紐解いてみたらとんでもないやつだなこいつってだから有名人だったんだ っってなったら興味湧くでしょでそこから歴史に興味を湧いたりとかさじゃあ日本ってなんだ日本の歴史って何なんだろうとかさこう学習意欲が湧くのよねで学もういいこと言ったね俺もね学習意欲を沸かせるような俺だったら動画を作るね初心者向けの「対空って何なんだ」って「対空はこれですよ」って相手の飛びを返すもんなんですよじゃあダメだねそれじゃ学習意欲が湧かない。 俺がその歴史の教科書を読んでてただ年表に、ね、何々の乱何々の変って並べられてもこんなの興味湧きようがねえじゃんってテストでいい点取るためだけの手段じゃんっていうふうにしか思えなかったのと同じように、うん、勝つためだけの手段だなと思っちゃうんですよその対空の、ね、種類を教えられても、はい、じゃなくてえー、その対空ね対空のじゃん怒りから <laughs> 怒り <laughs> 怒りか,、うん、怒りかなるほど。 対空という概念が生まれたのは実はこの時期の名古屋であったみたいなね <laughs> <laughs> 例えばですけどねそっから入り始めりゃいいじゃん、ね、でそうするとさ掲げの魅力が分かってくるのよんほらだって獣道ってそういうことじゃないですか獣道っていうのは説明するそ獣道例えばじゃ,あ、えー、とじゃあ最初の獣道例えば、えー、と朝日じゃなくても最近でもいいやじゃあ倉橋や小高っていうし、はい、あれだけ見たら何ともないわけですよだけど、うん こういう思いがあるんだってこういう意味があるんだこういう歴史があるんだってことを知ることであの試合に意味が出るわけでしょ面白くなるわけでしょそれは何事もそうであって「対空ってこうなんだよ」って「連続だ」ってこうなんだって地上戦ってこうなんだって「飛び込む」って「キャラさ」ってこうなんだって投げキャラの歴史こうなんだってことを言われるとああそうなんだじゃあ格闘ゲームって面白いんだねとかさやり込む価値があるんだねってなるじゃんそうだからね そういう方に意識を割くべきだと思う。う立派な歴史があるんだから、そんなさ、こう取り繕うってさ、なんかいいもののように無理やり見せるんじゃなくて、ただただ歴史をさ、熱く語ってやればさ、みんな興味湧くと思うのよ。ん俺はそう思うの。俺はそう実際そういう熱くなった人間だし。なるほど。うん。だから俺がもし例えば、まあ、あの、じゃ一本動画を作るとしたら、そういう動画を作るね。うん,うん。初心者向け。<史>初心者向けというか、 格ゲーに興味がないやつでいいいや興味がないでもゲームが好きってやつに見せる動画す、まあ、なわち初心者なんだけどにもうそういう「まあお兄さんちょっと聞いてってよ」って「<laughs> 格ゲー興味ないよねわかるね古いジャンルだわかるよ」でそっから入ってまあ帰る頃にはもう「アケコン買ってますわ、ね」<laughs> アコンって。うん、まあ今でこそね お兄さんも使ってないですけどあれめちゃくちゃかっこよくなかったですかそんなことないですかいつ俺は中学とかの時にかっこいいっていう感覚はなかったなあそうですか家でとにかくこれじゃなきゃしょう話にならんってあ,あそういう感じとやってる量が違うからなもう機能性でしか見てなかったねなんか堀のコントローラーをこう家に来た時に、うん、ちょっと感動したというかああ俺自分でね買ったことなかったんだよな人んちでやったからあ<ー>金がないしさ っっ、まあ、っていうかちょっとやっぱりそこはガチ勢すすぎる感じはしますけどねまあでもゲーセネレイやってるの私んなんかでもそかっこいいとかは大事な気もしますよねまあでもかっこいいもさやっぱ意味でか<史>変わるぜ意味が意味を知りばさかっこよさって出るよなんか昇竜拳ってめちゃくちゃかっこいいと、うん、俺は思ってるんですよ、はい、昇竜拳そのものがあれってやっぱジャンプアッパーじゃないですかただの カエル飛びアッパーってさよりきついですけどあれがかっこよくてあれがしたいとかドラゴンダンスとかあったじゃないですか連打してるだけけですどやっぱりだから当時はねドラゴンダンスとかさ要するにかっこよくっていうか見せるというか思わせるねやっぱね盛り上げ方したのよ憧れはそうじゃあれゲームやストってねもっと評価されていいと思ううんんかその 曖昧だったからよかったたかかからもしれないですね本当に攻略ができないというかその数字でそのフレーム表を出してって話じゃないじゃないですかう全然違すだからもう本当にそういう抽象的な,なんか盛り上げ方が、うん、それもすごいかみ合ってたのかもしれないですねそうそうそう,そうはあ完全にゲームストッコですねやっぱりゲームストいい雑誌ようん、うん、<laughs> いい雑誌にしてないですけど本当にいい雑誌だと思う <laughs> 俺は ゲームセトがなかったらじゃあ今のみさんそういうことですねうんないかもねうんなるほどまた初心者には歴史をそうよまあ本当に本当はやりたいんだよやるか暇だし <laughs> まあそうですねもうん、確かにねいいものできると思うよ結構うん、うん、簡単に言いますけど確かにでもやるなら俺だみたいなこと言ってましたしねうん、うん これ漫画にしたらね、対空だけでね、4話ぐらいいけるね。<laughs> あ漫画っていうタクも面白いですね。<laughs> 確かにね。対空1個で、まず、まず最初に猛威を振るったのはブランカであった。<laughs> っていうところから始まっても面白いかもしれない。<laughs> じゃあ、ちょっとケンゴロウさんをあのフェイトからかい,いやもうあの人はもう雲の上の存在ですから。<laughs> <laughs> 帰ってきていただいて <laughs>。<laughs> やりましょうか漫画ねなんかいいですよね漫画でもいいから始まったんですねいや適当よでもかでも例えばそれでいいじゃないですかえブランカなんですか皆さんご存知のとおりブランカのジャンプは非常に速く強力みたいなさどっから入ったっていいじゃんよ例えばさまあちょっといつかそれはじゃあ高校期待しておきましょうかうんはいそう「 というわけで25回が吹けていきますはいうんはい、まあ、そんな感じですねまあしばらく平和な感じですかねそうなの、ね、でもゲームやる量全然変わってないねああそうですかうん変わんないいやそうそうですよね変わんない常に割と俺は変わんないね 対戦部屋でいます。つってやり込んでますよね。そ<う>うんなんか。本来ね、なんか失いそうな期間ですけどね。やっぱり刺激があるんですかね。関係ないね。ただなんか、今年一年大会ないかもしれないじゃん。うん、ってなると、ちょっと、うまあ。も足りないなあ、ってのあるね。うん、いや、でも、例年、こんな感じだったら。 やってないですよねこんな一昨年とかいやーでも何やるのでもやっ,あでも、ね、だったら俺が別にもうあのやるなんかやる <laughs> と思っちゃう <laughs> あそうですかうんあのすごいやっぱ集中してるなっていうのは CPT がないんだったら、うんうん、別にそんなプロリーグじゃないけどとかもやるんじゃないうん,うん確かにまあでもそうすると派遣は変わっちゃうかもしれないけどね派遣っていうかね 別なゲームがその e スポーツとしての格ゲーのサウンドなるほどまあ、まあ、結構ねお金が動いてるからやっぱりみんな集まってくるとこもあるだろうしうんまあ来週は期待していいですかね何の話をしましょうかねおっしゃるのねなんかふ,ふわっと、ね、あれもだって仕事がつきましたねコロナでもり,もりっと食らってる側でしょううんまあその かわいそうな顔人だよねあの人結構深みがあるじゃないですかコレ<み>クターの話聞きたいですねはめコン、うん、ああ結構面白いネタいっぱい持ってるよねなんかね一、うん、回ちょっとちらっと聞きましたけど、うん、もちろん面白い、うん、面白いやつだねあのここにギターもあるんで <laughs> ねね <laughs> 期待しる <laughs> すごい、ちょっとかわいそうですけど、無理したら。一応あるんで、あるていうことだけは、はい、伝えておきます。はい。じゃそんな感じで、来週、またよろしくお願いします。はい、また来週ということですね。特に今週末とかはないないですね。はい。じゃあ、また来週ですかね。では。はい、じゃあ、はい、はい。